2024年第1回日本語能力試験聴解 N2 これから N2 の聴解試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか？中村くん、シンポジウムのポスター、掲示板に貼ってくれたんだね。ありがとう。ええ。他に僕がやっておくことってありますか？マイクとか会場の準備は前日にすればいいし、当日のスタッフ用のスケジュール表、これないから欲しいな。今週中にお願いしていい？あ、はい。それから、一番大事な当日配る資料。コピーまだなんじゃない？100部だよね。あ、それなんですけど、発表者の方からの資料、まだ全部集まってないんですよ。そう。皆さんお忙しい方ばかりだから。私から発表者に資料を送ってもらうようにすぐに連絡をするから、集まり次第コピーしよう。週明けには出してもらうようにするね。はい、わかりました。男の学生はこの後まず何をしますか？2番。スーパーで男の店長と女の店員が話しています。女の店員はこの後まず何をしますか？おはようございます、森田さん。今日は一部の商品に値引きシールをつける作業をやってくれることになってたね。あ、はい。準備してます。忙しい時に悪いんだけど、倉庫に行って南コーヒーの豆、何袋あるか数えてきてくれる？数が少なかったら、今日中に注文しないといけないんだ。あ、わかりました。急ぎですか？ああ、そのシールを貼る作業が終わってからでいいから。袋の数を数えたら、メモを私の机の上に置いといて。わかりました。お客さんがレジにたくさん並んでるから、私もすぐレジを手伝わなきゃいけなくて。値引きシールをつけた商品をレジの横の棚に並べるのは、明日の開店前にみんなですればいいから。じゃあ、よろしくね。女の店員はこの後まず何をしますか？3番。出版社で女の人と男の人が話しています。男の人は何の写真を撮らなければなりませんか？すみません。雑誌に載せる蕎麦屋の写真を私の代わりに撮りに行ってくれるそうで、ありがとうございます。あ、はい。緑駅前の蕎麦屋さんですよね。はい。説明しますね。この雑誌では通常はお店で一番の人気料理の写真を撮らせてもらうんですが、今回この写真はお店から提供していただくことになっています。はい、わかりました。それから、店内の様子の撮影については、お店に許可をいただいています。お客様が映り込まないように撮影をお願いしますね。調理する人の写真は店によっては掲載しますが、こちらは掲載不可とのことです。はい。外から見た入り口の写真は天候に左右されるから、先日天気が良い日に済ませてきましたので結構です。よろしくお願いします。わかりました。男の人は何の写真を撮らなければなりませんか？4番。日本語学校で女の職員と男の課長が話しています。女の職員はこの後まず何をしますか？課長、明日の卒業パーティーについてですけど、あとは何をしましょうか？卒業生の皆さんに渡す記念品は袋に入れてくれた？まだ届いていないんですよ。あ、記念品の納品は3時だったね。あと1時間か。それじゃあ、会場の入り口の花瓶、あれをステージの上に運んでくれる？はい、花瓶ですね。それと、記念品の到着を待ってる間、出席者の名前を書いた紙を椅子に貼ってくれない？そうだ、忘れないうちに言っとくけど、明日の朝一番に卒業生代表のグエンさんと挨拶のリハーサルをお願いね。はい、わかりました。花瓶の移動なんだけど、落とすといけないから、記念品の準備の後で私と一緒にやりましょうか。はい。女の職員はこの後まず何をしますか？5番。大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後何をしますか？田中くん、聞いて。昨日自転車駅前に止めてたんだけど、乗って帰ろうとしたら自転車がなくて、置いといた場所の地面に駐輪禁止区域のため移動しましたって紙が貼られてたんだよ。駅前は駐輪場以外には止めちゃいけないんだよ。そうなんだ。どうすればいいの？自転車、警察に取りに行くの？警察じゃないと思うけど、貼られてた紙に預かり場所を書いてなかった？よく読まなかった。そしたら市役所のホームページに書いてあるから確認して。取りに行くならそれからだよ。わかった。確か、身分証明書がいるよ。あとお金もいる。自転車受け取るとき払うよ。お金払うの？うん。自転車の預かり料だよ。女の学生はこの後何をしますか？問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。テレビでアナウンサーの女の人がパン屋の店長にインタビューをしています。店長はどうしてパン屋を始めたと言っていますか？店長の山本さんです。こちらのお店の手作りのパン、大変人気ですが、山本さんご自身は以前会社員をなさっていたんですよね。はい。この店はもともとパン作りが好きな母がやる予定だったんですが、店を出す準備をしている途中で母が病気になってしまいました。母はずっとパン屋をやりたかったので、店を諦めることをとても残念がっていたんですよ。それで、やってくれと言われたわけじゃないんですが、僕が何とか形にしたいと思いました。それまでパン作りのご経験はあったんですか？いえ、全くなくって。パン作りは専門学校で一から勉強しました。卒業する前に母は亡くなりました。そうでしたか。母のレベルにはまだまだなんですが、美味しいパンを地元の方に食べてもらえるように頑張っています。店長はどうしてパン屋を始めたと言っていますか？2番、うちで女の人と男の人が話しています。2人は引っ越しの値段を安くするためどうすることにしましたか？引っ越し会社に引っ越しの見積もりを出してもらったけど、予算よりかなり高かったよ。今の時期はどこの会社も高いんだね。荷物の量と移動距離で料金を計算するから、荷物を減らせば安くなるって。そう。大きい荷物を減らそうか。大きいものって言ったら、ソファー、冷蔵庫、本棚だね。本棚は分解できるよ。ソファーはあまり使ってないし、欲しい人にあげてもいいかもしれないね。それもそうだね。あ、冷蔵庫は古いし、この際売って向こうで新しいの買う？冷蔵庫はまだ使うよ。あ、そうだ。親戚のおじさんがトラックを持ってるから、おじさんに手伝ってもらって自分たちで荷物運ぶ？荷物の積み下ろしって結構大変だよ。やっぱり引っ越し会社に頼んだ方がいいんじゃないかな。そうだね。安い引っ越し会社は見つからないだろうし、費用を抑えられるように、あんまり使ってない大きい家具のもらい手を探そうか。うん、そうだね。二人は、引っ越しの値段を安くするため、どうすることにしましたか？3番、会社で男の人と女の人がアンケートについて話しています。女の人はアンケートに何を書くと言っていますか？女の人です。働き方の改善の社内アンケート調査、もう書いた？改善すべきことがあるかって聞かれても、すぐ思い浮かばなくて。そう。残業代のアップも、私たち社員が声を上げたから実現したし、言うべきことは言った方がいいんじゃない？私は、有給とかの休暇の取得申請、もっと簡単に申請できるように改善してほしいんだよね。ああ、そういうこと書けばいいんだね。そうそう。私はそうしようと思ってる。そういえばこの間、在宅での勤務を今週2日可能だけど、もっと増やしてほしいって言ってなかった？そうだ、それを書こう。あと、社内のパソコンを新しくしてほしいんだよね。今の古くって。パソコン、今年度中には買い替えるって聞いたよ。あ、じゃあいいね。女の人はアンケートに何を書くと言っていますか？ 4番。女の学生と男の学生が毎日着る服について話しています。男の学生は女の学生にどうしたら一番いいと言っていますか？岡田くん、ファッションの勉強してるから教えてほしいんだけど、私、毎日どんな服を着たらいいのかわからなくて、ファッション雑誌見ても自分に似合うかわからないし。雑誌は参考になると思うけど、そうだね。あ、インターネットで毎月洋服を送ってくれるサービスって知ってる？プロがその人に似合いそうな服を選んで送ってくれるんだよ。気に入ればそのまま買い取れるし、気に入らなければ返せばいいし。ああ、それ友達がやってた。でも私は送り返すのも面倒だなと思って。僕は毎日シンプルな服を着てるよ。制服化っていうの？白いシャツに黒いズボンっていうスタイル。そういえば岡田くんってだいたいいつもそうだね。でも学校の制服みたいに単調にならないのは、小物をうまく取り入れてるからなんだね。そうかな。あ、佐藤さん、リサイクルショップに行ったことある？種類がたくさんあって、デザインもいろいろ選べるし、気に入るものがあるかもしれないよ。中古か。ちょっと抵抗あるな。そう。じゃあ佐藤さんにはやっぱり、僕と同じ方法がおすすめだね。男の学生は女の学生にどうしたら一番いいと言っていますか？5番。テレビでアナウンサーの男の人が女の人にインタビューしています。女の人が今の会社に転職した理由は何ですか？今の会社です。今日は転職を経験されている会社員の内田さんにお話を伺います。あ、はい。私は2回転職経験があります。転職というと、経験を積んでそれを活かし、より給料のいいところに移っていく人もいますけど、どちらかというと、現状に不満や不足を感じて、居心地のいい場所を求める人が多いように感じます。私の最初の転職がそうでした。そうですか。現在は友人が新しく作った会社に入れてもらったんです。前に勤めてた会社に何か不満があったわけじゃなく、新たな世界を見てみたいと思っていた時だったので、分野は全然違うんですけど、やりがいがあります。そういう理由もあるんですね。女の人が今の会社に転職した理由は何ですか？6番。子供のサッカークラブのコーチがクラブの紹介をしています。コーチはこのサッカークラブでは特にどのような力を持った選手に育てたいと言っていますか？サッカーで勝つためには、ボールを正確に蹴る高い技術力や足の速さなどの高い身体能力はもちろん、精神力の強さも求められます。また、いつ、どのようにプレーするかを正しく選択する判断力も不可欠です。個人個人に高い技術力や身体能力、精神力があっても適切な判断ができないとチームの勝ちにはつながりません。ですから、このクラブでは特にこの力が身につくよう選手を育てることに力を入れています。コーチは、このサッカークラブでは特に、どのような力を持った選手に育てたいと言っていますか？ここでちょっと休みましょう。では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。始めます。1番、ラジオで歯医者が話しています。歯は毎日の生活と関わっています。歯が健康で物がよく噛めれば消化を助け、全身に栄養を届けることができます。また、歯があるおかげで発音ができ、会話ができます。このほか、体の姿勢やバランスを保ったり、豊かな表情を作ったりなど、食べること以外の面でも歯の存在は不可欠ですね。歯医者は何について話していますか？ 1、歯の構造。2、歯の役割。3、歯の正しいケアの仕方。4、歯の病気の原因。2番、講演会で鉄道の写真家が話しています。私は鉄道の写真を撮るためにいろいろなところへ行きます。行く先々で鉄道ファンの方に会うと、どうやったらうまく撮れますかと聞かれるんですが、私は反対に、写真で何を伝えたいですかと尋ねるんです。シャッターを押すタイミングとか、列車と風景をどんなバランスで撮るかとか、上手に撮影するテクニックはいろいろあります。けど、少しぐらい下手でも構わないんです。一枚の写真の中に、季節感や感動的な風景など、何を表現したいかを意識して撮ることで、全く違った写真になると思うんです。鉄道の写真家が伝えたいことは何ですか？ 1、鉄道の写真を撮るときに大切なこと。2、鉄道の写真を撮るのに良い場所。3、鉄道の美しさを表現する楽しさ。4、鉄道の写真を上手に撮るテクニック。3番、テレビで工業デザイナーが話しています。中学1年の時、視力が悪くなり、メガネが必要になりました。メガネ屋さんに行ったのですが、気に入るメガネが見つかりませんでした。仕方なく一つ買ったんですが、自分の気に入らないメガネをかけるのは耐えられませんでした。同じ頃、友達の家で出されたジュースのコップがすごく綺麗な形で感激しました。有名なデザイナーがデザインしたコップだったのですが、ちょっと形を変えるだけでこんなにおしゃれになるんだと驚きました。今思えばデザインということに初めて興味を持ったのがこの頃でした。工業デザイナーは何について話していますか？ 1. メガネを買う人へのアドバイス。 2. 人気があるメガネのデザイン。 3. おしゃれなデザインのポイント。 4. デザインを意識し始めたきっかけ。4番、ラジオでタレントが話しています。タレントの仕事を始めて30年が経ちました。ありがたいことにいろんな仕事をいただき、充実した日々を送っています。ただ、仕事が多すぎて時間管理の必要性を感じます。限られた時間の中でやりたい仕事を全部はできないのだから、何をするかの優先順位をつけて、できることを確実に進め、できないことは諦めるということを意識して生活しています。タレントは何について話していますか？ 1. 時間を上手に使う工夫。 2. 仕事の楽しみ方。3. 自分の仕事の内容。 4. 自分の計画性のなさ。5番、ラジオで俳優が話しています。皆さんは旅が好きですか？旅といえば、遠いところに行くことだと思う人もいるかもしれませんが、僕は例えば電車で一駅手前で降りていつもと違う道を歩いて帰るのも旅だと思うんです。距離ではなく移動そのものが重要なんです。目的地に到達するまでのいつもと違った過程を楽しむ、そういうのも旅だと言えるのではないでしょうか。俳優は何について話していますか？ 1. 旅の思い出。 2. 一人で行く旅の計画。 3. 旅をすることの重要性。 4. 自分が考える旅というもの。問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、今日中に漢字20個覚えるなんて無理に決まってるよ。 1. 頑張ればできるんじゃない？ 2. 楽にできるって思ってるんだね。 3. 簡単に覚えられてすごいね。2番。課長、明日の会議の資料ですが、ご覧いただけないでしょうか。1、資料、見てくれるんですね。2、資料は私が作っておきますね。3、資料、見ておきます。3番。この会社、経験者に限らず応募できるって。1、募集は経験がない人だけなんだ。2、経験がなくてもいいんだね。3、やっぱり経験がないといけないのか。4番。僕が出張の間、庭の花の水やり、毎日欠かさないでね。1、じゃあ、やらないでおくね。2、忘れないようにするね。3、水、毎日やっちゃダメなんだね。5番。履歴書の提出、もう少しで締め切りに遅れるところだったよ。1、間に合ってよかったね。2、遅れちゃったんだ。3、あと少しだったのにね。6番。前田さん、お客様への商品説明は、このパンフレットに沿って話してください。1、自由に話していいんですね。2、ここに書いてあるように話すんですね。3、パンフレットに関係なく話すんですね。7番。今日の午後、商品発表会で話すんだけど、緊張のあまり食欲もないよ。1、ずいぶん落ち着いてるんだね。2、そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。3、少しは緊張感持たないとダメだよ。8番。今日の会議でのプレゼン、先輩が休みだから私がやらざるを得なくなって。1、プレゼンやらなくてよくなったの？ 2、プレゼンできて嬉しいんだね。3、そういうことなら仕方ないね。9番。今日のお昼の定食、食べ応えあったよね。1、ほんと、お腹いっぱいになったね。2、そうそう、あれじゃ足りない人多いよね。3、確かに、量が少なめでちょうどよかったね。10番。店長、山田さん、配達の仕事、頼まれたらやらないこともないって言ってました。1、他の人を探さないとダメだね。2、山田さんに断られたか。3、じゃあ、お願いしてみようかな。11番。来年からの留学先、迷った挙句、初めに思ってたとこにしたよ。1、いろいろ悩んだんだね。2、すぐに決められたんだね。3、少しは迷ったんだね。問題5。問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番、問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。地域のボランティアグループのリーダーとメンバー2人が話しています。僕たちが市と協力して定期的にゴミ拾いをしている東公園。ゴミを置いていっちゃう人が多いよね。何か対策を考えて市役所に提案しようと思うんだ。お菓子の袋とかペットボトルとか置いてっちゃう人がいるんですよね。市の方針でゴミ箱は置かないことになってるからね。特にゴミが多いところから対策を考えた方がいいんじゃないですか。ゴミが目立つところに花壇を作るとか。他の公園で花壇を作ったらその周りはゴミが減ったそうですよ。ゴミが多いのはベンチの周りだよね。あそこに花壇を作るのは難しいんじゃないかな。じゃあ、代わりにベンチをもっと明るい色にして、花の絵も描いたらどうですか？綺麗でちゃんと手入れされている印象があると、ゴミを置いていきにくいと思います。なるほど。私は公園全体を考えた方がいいと思うんですが、ゴミを持ち帰りましょうって書いた看板を増やすのはどうですか？すでにいくつか立ててあるから、今以上に増やす必要ないんじゃないかな。あと、私たちボランティアが見回って、ゴミを持って帰ってもらうように、直接声をかけるのも効果があると思いますけど。ボランティアの負担が大きくなるのはちょっとね。まず、ゴミが多いところから何とかしよう。花壇を作る代わりにっていうアイディアが良さそうだね。市役所の担当者に早速提案してみよう。公園のゴミを減らすため、何を市役所に提案することにしましたか？ 1、ベンチの近くに花壇を作ること。2、ベンチを塗り直してきれいにすること。3、看板を立てること。4、公園を見回ること。2番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。港で行われているイベントでアナウンスを聞いた後、女の人と男の人が話しています。本日は桜港まつりにお越しいただきありがとうございます。会場は4つに分かれています。各会場についてご案内いたします。中央会場では、今朝採れた魚や貝をその場で焼いてお召し上がりいただけます。こちらはなくなり次第終了いたします。南会場では、初心者向けの釣り教室を開催しています。道具の貸し出しはもちろん、餌の付け方などもお教えいたします。東海上では、海の生き物が観察できます。地元の海の生き物を間近で見ることができ、お子様も大人の方もお楽しみいただけます。西海上では新鮮な魚介類を販売しております。ぜひお買い求めください。新鮮な魚美味しそう。なくなる前に早く行かない？早速買い物？先に買っちゃうと持って歩くの大変じゃない？あ、そっちじゃなくて、自分たちで焼いて食べられるって方。買い物は最後にしようよ。ああ、じゃあまずはそこに行こう。それから近くで生き物を観察できるっていうのに行かない？いいよ。釣りはいいの？好きでしょ？今日もやりたいんじゃない？初心者向けって言ってたから、今日はしなくていいかな。質問1。2人は最初にどの会場に行きますか？質問2。2人は2番目にどの会場に行きますか？これで聴解試験を終わります。